じゃあ、これから4日間ですが、始めたいと思います。よろしくお願いします。では、まずはですね、人工衛星、これからやるのは人工衛星で、人工衛星ってどんなイメージがありますかというところから始めたいと思います。人工衛星っていうとですね、僕らは最近だと、スマートフォンでですね、いろいろ歩いて地図アプリケーションでいろいろ恩恵を受けてもらうし、あとはテレビとか、あとは天気予報とかというところもあるかなと思います。人工衛星、人工衛星といっても、どんなものを指すかというとですね、地球からですね、約100キロメートルぐらい上のものの人工の宇宙、機械のものを人工衛星、回ってるものを人工物とか、宇宙機と呼んだりしています。で、いろんな分け方、分類があってですね、高度で見るとどういうふうに分けられるかというと、大体400キロメートル、600キロメートル、600から800キロメートル、3万6000キロメートル、それ以上となってありますが、これから僕らが皆さんにお伝えするのは、ナノサテライト、ミコサテライトという、大体600キロから700キロ、600キロ、この辺ですね、この辺でよく使われている、今のところこの辺で使われている人工衛星の作り方についてお伝えしようと思います。もちろんこれからもしかしたら3万6000キロとかというところで、そういった人工衛星使われる時が来るかもしれないですが、今のところこういった範囲で使われています。で、600から800キロメートルだと、地球観測衛星なんかが地球の、形状を見ていたりだとか、二酸化炭素の濃度を見ていますよという感じで使われ方しますし、3万6000キロと言われるところは、静止軌道と言われるところなので、通信衛星、放送衛星、気象衛星、日本のためにこういうデータを落としますよという使われ方します。で、400キロメートルだと、かなり、空気密度が濃いので、普通に何もしないで過ごしてきてしまうので、なんか、特別な、スラスラなんかに何か持ってて、ちゃんとそこに浮上していられるようなものが、スラスラなんか ISS でインターナショナルスペースステーションのような、大きなもの巨大ポロッツにいたりします。400キロぐらいで、600キロぐらいはですね、地球観測をするんですが、この辺で超高度 ISS というのは結構多いんです。他にもですね、軌道で宇宙機を分布するということができて、軌道ってあまり馴染みがないかもしれないですけど、地球の周りにはですね、たくさん軌道っていうのがあります。そのいろんな惑星がたくさんいるので、惑星間の重力の均衡が取れたラインがあるんです。で、それを軌道と呼びます。で、軌道にはですね、静止軌道と呼ばれる3万6000キロ、先ほど言った3万6000キロとか、地球の北極とか南極を通るような極軌道と言われるようなものもありますし、パーキングオービットとか言われるものもありますし、もっと軌道とか関係なしにもっと外側に並べたり、惑星探査するようなものもあります。で、静止軌道で、皆さんはご存知ですか？大丈夫。静止軌道って、なんか、大事にしてますか？まあ、なんか、静止軌道のことって聞いたことない。静止軌道って何だか聞いたことない。ざっくり見えすぎて。地形の使いやすく同じ速度。はい、そうですよね。なので、地点と同じ速度なので、地点と同じ速度だと何がいいかというと、ずっと同じ点を見てられるというのが静止のいいところということで、そういうのってどこでも勉強しますよね。あんですね。いや、図鑑とか。図鑑とかで勉強する。はい。で、確かに静止軌道というのは結構有名なんですけど、本日ですね、我々、人工衛星でよく使う軌道として、極軌道というのがあります。極軌道の利点って何だか分かりますかね。北極と南極をどうですか。どうでしょう。この映像を見ると何となく分かるんですけど、これ地球の地点です。あ、ということは地点速度はそうなんですね。え、地球全部が見える。あ、そうですね、地球全部が見えるんですね。地球全部が見えるんで、地球観測の適してるんですね。確かに3万6000キロからていうか、もっとね、後ろからこうやって見てて、ずっと見てればとか、なんかいろいろあるんですけど、ここに600キロ、高度600キロぐらいのところに持っててさえすれば、この極軌道にさえ入れてしまえば、地球全体を何日間で絶対1回はその場所を見るよというようなミッションを決める。そうすると、地球全体の観測ミッションとかっていうことができるよということで、こういった極軌道というのは結構我々によく使われます。我々が持っている、所有している人工衛星3機、2機、今は例えば2機ありますが、それ両方とも極軌道というのが入っています。他にもちょっとこの辺ポンポンときますが、
ミッションで見るといろんな宇宙分布の仕方がありますよということで、ポジショニングサテライトと言われる部分が測位衛星と言われますから、3次元的な視点を与える GPS 衛星、ね、GPS 皆さん使ってます、スマホで GPS 使ってるんですけど、たくさんの衛星が衛星から電波が送られているので、その電波速度、遅延速度からですね、今自分が地球の地球上の表面のどこにいるかのヒントを当てられる、計算できるのが測位衛星の衛星です。で最近だと、順天頂衛星システムというのが日本が作ろうとしている衛星システムの一つであります。でこれ何がいいかというと、今後はこう自動運転とか自動農業とかそういったところにつなげていこうと。でどうして自動運転と農業につなげられるかというと、自分でですね位置が分かるの でそれが今までだと10メーターとか5メーターぐらいなんだけど、順天頂衛星っていう日本をもうくまなくずっと見てるけどよくみたいな、そういう衛星を作ることによって数センチとか、まあ、それこそ数ミリとかっていうことで見ることができる時代が来れば、農業も勝手にやってくるし、自動車の運転も勝手にやってくるしみたいな時代が来られてくると思うので、まあ、そういったものに応用が期待されているということで、こんな使い方をやっています。他にもですね、気象衛星、気象衛星はよくこう夕方ぐらいテレビに出てくると思うんですけど、これも3次元的な視点で台風があると思いますよっていうことを教えてくれたりだとかですね、通信衛星、放送通信衛星、これも3次元的な視点を使っているんですが、例えば、この実行衛星からご家庭、各ご家庭のデータを送ったり、通信したりですとか、あとはこの辺の地域の人がこの人と通信したよって時に、離れてるわけですね、遠く離れてて、地球の地面が出ましてですね、通信がなかなか難しい。そういう場合に通信衛星で何かやるかというと、一旦中空間上の人工衛星にデータを引き渡して、そこからデータをまた折り返してあげるようになって、データを遠く離れた場所に送りましょう。そんな通信衛星の使い方を考えます。通信衛星はこういう、ね、放送する衛星だけじゃなくて、こんな遠く離れたことを通信するというような通信衛星も、だから地球観測衛星は先ほど二酸化炭素濃度と言いますが、もうそれだけでいろいろ災害関連地だとか、植生でて木がちゃんと生えてきてるか、生えてきてますか、地殻変動は大丈夫ですか、地殻変動ありますか、ないですか、海水の汚染はありますか、川の汚染はありますか、氷河とか、流氷とかは大丈夫ですか、雲の状況はどうですか、雨の状況はどうですか、そんなのいろんなものですね。いろんなモデルの基礎の情報を知って何か生かそうということで、いろんな人工衛星が持ち上がっています。で、そうした人工衛星は地球観測衛星と言われてて、もちろん日本上空だけを見ていたいんだったら、静止軌道とかね、打ち上げるのが一つ手かもしれないですけど、静止軌道って3万6千キロ離れてますよ。3万6千キロ離れたところから、そうやってデータを取ろうとすると、分解能がすごく悪くなるんですね。まあ、分解能っていうのもこれから出てくるんですが、かなりこう荒くしか遠くのものに見えます。近くで行くことができないです。でそうすると3万の研究から出ることが難しかったりするので、低い高度で見ようと思いましょうね。で先ほど言った地球観測衛星がよく使う600キロがよく使われます。でもっと近く見たいよとかって思うじゃないですか。そうすると200高度、200キロとか高度300キロぐらいで見た方がいいんじゃないかなると、高度300キロぐらいで見ようとするとものすごい低いことがあるので低いことすごくしてる。それをじゃあでも見る価値はあるっていう研究者の人がいて、その研究者の人が何を伝えるかというと、でそこに維持しよう、そのスピードをちゃんと維持していれば落ちてこない、遠距離は落ちてこないので、ずっと維持しよう。それをやってでも価値がある場合には、それ低軌道衛星、超低軌道衛星みたいなグラフィングも考えられているんです。まあ、あとは、まあ、情報収集衛星とかもあるかなと思うし、これは国防文化で使われますし、あとは ISS。で、というのを学べるのは、科学工学実験、宇宙観測のためにこういった宇宙機が打ち上げられることもあります。で、これの何がいいかというと、長期間の微小重力環境とか、地球のように大気に覆われない、大気の上の環境ですよというところはいいところで、その利点を生かしていろんな実験とかが行われています。同じような理由で、地球のように大気に覆われてない環境で何かいろんなものを観測したいよということで、宇宙科学とか天文衛星とかっていうのが打ち上げられますし、小惑星からサンプル採取、太陽系などを見たいということで、宇宙探査用の惑星探査衛星なんかも打ち上げられますし、
例えばハヤブサなんかいいね、そういったものもあるんですね。でこれが、まあ、ちょっとトップで言いましたがミッションですが、実行ですが、次サイドサイズで見たら中国語で言うことになってきてですね、ですけど超小型人工衛星、超小型人工衛星というのはこの辺りですね、1から3、3から2という20から50ぐらいの超小型、小型衛星と言っているということですね。でこの辺を我々はもちろん大きな衛星、1000kg とか 1kg 以上の衛星というのはいろんなものを積み込めるので、すごく多機能で、すごい高度なミッションができるんですが、小さい人工衛星は小さい人工衛星で、単機能に絞れば、その多機能衛星も、ポケを取らないような成果を出せるかもしれないということで、すごく期待されています。で、多機能衛星にはないですね、利点がもちろんあって、一つはすごく安く仕上がる。でそれから短期間で仕上がるんですけど、短期間で安いから、まあ、できないように。が短期間で、まあ、すごく安く仕上がるよというところが小さい人工衛星のいいところです。で日本ではですね、これぐらいの人工衛星と もっと違うんです。実際はこれ大学、高校、高専か、高専と大学の人工衛星をバーッと並べたユニセックという団体に所属している人工衛星が図鑑ですけども、こっちなんです。何人も受けようじゃないですか。我々の大学もですね、ここです。ここに日本大学のシーズン1号機というのが一つ立ち上がっていて、その後ですね、シーズン2号機というところで2008年度に立ち上げまして、その後ずっと行って、スプラウトという人工衛星に立ち上げました。で、その後もずっと続いているわけですね。で、最近はこんな不思議な形のこうグネグネした人工衛星もあるんじゃないですか、みたいなことで。で、いろいろ人工衛星が違います。だから普通に自己で考えると四角って考えるんですけど、いやいや、現実的に考えれば、こういった形もあるでしょうというようなことです。なので最近は芸術との融合みたいなことも、宇宙と芸術の融合みたいなことになって、芸術系の大学、韓国の大学なんかがこういった人工衛星なんかもあります。でもですね、まあ、ちっちゃいちっちゃいので、まあ、今までこんな人の方の人より大きい人工衛星が主流だったんですけど、まあ、今言ってもこういったみたいなのがちっちゃい人工衛星ですね。まあ、そんなにですね、そんな小さな衛星何ができるのかなと予測、まあ、1% ぐらいですね、あるときなんですよね。それぐらい小さな衛星何ができるのかな、先ほどもちょっと説明したんですが、高コストが低コストになっているのか、長期開発が何かになっているのか、多機能が特定機能、まあ、これちょっといいことなのかどうかは分からないんですが、多機能がですね、これ自動的にそうですね、多機能が特定機能に絞れたりするというところがいいかなと思います。でそうするとですね、特定機能を絞った超小型人工衛星というのは何がいいか、何ができるかというと、特定機能に絞った特定機能に絞った超小型人工衛星とコンステレーションという概念を組み合わせるとより力を発揮しますよというのが今言われていてですね、コンステレーションというのは複数の衛星を連携させるという普通の衛星を連携させると言いますと、地球の周りにですね、ちっちゃい人工衛星をたくさんばらまいてくださいよ。これたくさんいれば、例えば2つの人工衛星で、2つの地点でですね、ものを見るようなステレオ視ができたりだとか、例えばたくさんいれば、例えば10時10分に一度地球の周りを、まあ、観測しましょうよみたいな、多点同時観測なんかもできますよね。そういうことでですね、超小型人工衛星とコンステレーションというのを組み合わせると、今まで静止衛星だけでは、今までの大きな衛星だけではできなかったようなミッションができるかもしれません。これ何が違うかというと、大きな衛星は、3万6000キロからですね、この地点をずっと見ることができたかもしれないんですけど、地球の裏側をその地点で見ることができなかったんですね。ただし、この概念だと、地球全体を10時10分見たいだったら、10時10分の地球全体を画像を撮らないというのを全部取得することができます。なので、すごく、期待されています。それからですね、ちょっと時間がですね、どんどん過ぎていくといいでしょう。ちょっとチェックでよろしいですか。それから、地球があって、まあ、こんな感じで飛んでるわけですね。そうすると何がいいかというと、
を見てた人工衛星がいなくなったら次の人工衛星が軌道で持ってくる次の人工衛星で、またこの人工衛星がいなくなったら次の人工衛星が来て、この人工衛星がいなくなったら次の人工衛星が来るので、例えばその点を1分間隔刻みで見れますとか、静止軌道じゃないのにその点をずっと見るなんてこともできるわけです、ね、静止軌道だけの特典だったらその場所を定点観測みたいなのが、こうやってたくさんの人工衛星をコンステレーションに並べることによって、その点をですね、細かく時間分単位が高く見ることができるよというのも一つの点かと。あとはですね、比較的安く、早くできるので、故障したら使いましょうよという流れも提案されております。もう一つ、超過軸要素とコンステレーションというのをうまく組み合わせるとですね、大体48個ぐらいあればですね、世界中のどこでも平均で約 7.5 個に1回観測が可能ですよ。ということなので、まあ、1箇所はですね、普通にずっとこの点しか見えないんじゃなくて、目が今こう視野があるみたいなっていうのを広く見えるので、事実上、まあ、常にこう世界中を常時観測なんてことも、こういう世界でできるかもしれないというふうに言われています。他にも超小型人工衛星と何がこう組み合わさっていろんなミッションを埋められているかというと、超小型人工衛星と北極海の氷の観測なんかも、最近は組み合わされたミッションが提案されているんです。東京湾に生でどんな航路を通すか、冬どんな航路を通すかというと、アフリカをぐーっと渡ってヨーロッパに運びましょうかという航路が考えられているんですね。これはすごく距離が長い。そうすると船会社はものすごくばく大な燃料を使うんですね。でもし冬にとか、ね、溶け始めてきたという流氷が、割れてこうコースがなんか、ね、見つかるんだったら、ここ通ってしまえばものすごく短距離で物資を取れるかもしれない。でそうするとですね、ここの状況がすごく気になるわけですよ。この状況。でこの状況を見に行くすべってあんまりなかったんで、じゃあ超小型人工衛星でそこを定期的に観測して、そのデータを船会社に提供すれば、何かビジネスが発生するかもしれないということで、これはウェザーニュースという会社さん、まあ、天気予報の会社がそういった情報を活用して商売をしようということで、こんな超小型人工衛星を活用したらいいのかもなります。それからですね、超小型人工衛星とストア&フォワード、ストア&フォワードはちょっと難しい言葉なんですが、ストアってためるわけですね。ためて送るみたいな感じ、ためてフォワード送るみたいなイメージですが、衛星を介したデータ収集なんかもできるでしょう。例えばですね、川があるんですね。で川の、水位だったりとか、川の汚染状況なんか、常にこう見に行くというのは難しい場所がもしあったとしたら、そこにですね、センサーをいっぱい置いてみましょう。観測してくれる企業でしょう。ただし人間がいちいち行って取りに行くんじゃなくて、人工衛星がその上を行って通った瞬間に出るわけになると思って、人間は例えば都心の、まあ、ある研究所に待ってて、そのデータがその人工衛星が通った瞬間に出たとしてという感じすれば、データをですね、一旦この宇宙空間にハードディスクに貯めて、そのデータを持ってきてもらって落とすみたいなミッションができるでしょう。ということで、そういったミッションなんかも提案されていますし、あとはこれはまだまだこれからの話けど、超過人工衛星と宇宙インターネットといって、移動上で数千機の人工衛星を打ち上げて、世界の光ファイバーレベルのインターネットを提供しようと言っているような企業についても最近はあってですね、あまりこう日本だとあんまり意識しないかもしれないですけど、インターネットがない、ちゃんと十分じゃないという企業がたくさんあって、そういったところ で、 です、ね、インターネットを制御できるように宇宙空間を使って、まあ、そういったインターネットを提供しようということで、人工衛星を使った例にも考えられています。でそれ他にもいろいろアイデアがあって、何もね、ずっと宇宙機を使う、人工衛星を使う必要がないので、 Google という会社はですね、気球を使ってですね、気球を買ったことを出しておけばいいんじゃないかと思って、あと Facebook って皆さん使ったことあるかもしれないですけど、 Facebook という会社は、太陽電池を、ね、いっぱいつけた、ね、飛行機を空に飛ばしておいて、4ヶ月とか1年くらいずっとメンテナンスフリーで漂わせておけば、インターネットで増えていく。で、まあ、我々は、ね、何を考えなきゃいけないかというと、人工衛星だったらこういうことができますよ、こういうのがいけんですよ、これに対してこういうところがいいですよ、ただこれに対してはこの辺がちょっと欠けちゃうかもしれませんとかっていうところを、うん、もう明確にしていくというか、我々研究者にやらなきゃいけないので、その中で世の中はどれが一番いい会話とか、人間会話とかっていうのを選んでいくのかなと思うので、まあ、いろんな会話があることがいいかなと思います。でそんな人工衛星ですけど、まあ、爆発的には量が増えていて、まあ、これちょっと古いデータなですが、2016年現在大体、まあ、どんどん増えていくでしょう。
望むというのは、こういったデータがあって、超過多人工衛星の需要を打ち上げる率がどんどん増えています。2000年代はすごく少なかったんですが、最近はどんどん増えているようになっています。では、我々の人工衛星の113、2014年の5月20日にスプラットという人工衛星も打ち上がりました。で、まあ、そんなに簡単にこう超過多人工衛星の範疇として、超過多人工衛星を仮面作れるのかというと、なかなか難しいとは思うんですけど、大事なのはですね、漏れなんてですね、物事を考えて、イテレーション、統合できる力が必要じゃないかなと思います。ちょっと、この先だけは、しますか。地球がありますね。まずですね、地球からロケットが運び出されるんですね。運び出された後にどんな環境にさらされるかというと、飛び出されたってどんな感じにさらされるかというと、太陽などが熱にさらされますし、高真空状態にさらされますし、それから太陽や宇宙、新宇宙から放射線にさらされるかとか、まあ、いろんな問題が多分考えられると思うので、そういったいろんな要素を漏れなくて考えて、で、物事を考えて、それに対する対処をちゃんとしていく、ね、こう何が必要かなとか、何が必要かなとか、何をどのように繋ぎ合わせるか、何をどのように支援するか、どうすればこの空間で成立するかなというのを考えられる力が必要だと思うので、まあ、その力をつけてほしいなと思っています。そこでですね、今回、授業でどんなことをやるかなというところですが、このマジックですね、こういったちっちゃい人工衛星キットを利用してですね、どれぐらいですか、7000時間の人工衛星キットを利用して、短期間にですね、宇宙航路の基礎知識を勉強してほしいなと思っています。机の上でこう勉強できるようなキットを今回作りました。で今までの我々が作っていた人工衛星のノウハウを結構絞ったりして作っています。ちょっとこの辺から画さんの紹介なんですが、7センチ立方の人工衛星でして、3つの基板が。で一番上がセンサー基板と呼ばれているので、真ん中がコマンド&データ処理基板と呼ばれるので、一番下が、電源通信基板と呼ばれるようなものです。一応ですね、構造、電源、命令、データ処理、通信、自助局、ミッションという6つのサブシステムで構成されている、ね、組み立て、統合、テストというのを通じて、衛星システムのコンセプトは、まあ、役割、振る舞いですね、とか、機能、物理やアーキテクチャとか、システムの検証方法を学んで体験してほしいなということで、こういったキットを作りました。6サブシステムというのは、サブストラクチャーで構造で、電源で、コマンダーのデータ処理で、通信、地上局、センサーの6サブシステムです。それぞれ6サブシステムというのは、そもそもどうして必要かというとですね、この上のファンクションというところを見てもらうと思うんですが、サポーティング、サポートするため、支持するため、プロデュース、ストアリング、チェックでエネルギーを生み出すためにそれからデータをハンドリングしたりとか命令するためにそれから通信するためにでそれからまあ計測するためにということでこういうシステムが必要ですこういうのを、機能システム構成図と言いますで全体像が分かりやすいですねヘッカサットってこういうものですねこうやって見せられるのもあるんですがこういう図を書くとですねシステムの全体像が分かるのでこういった図が書けるようになっていますでさらにですねこれ これも、まあ、機能システムが、機能システム構成図にちょっと似てるんですが、システムダイアグラム、システム構成図と言われる図です。これはより詳細にそのコンポーネントレベルでつながり方を書いています。この緑色のがさっきのコマンドのデータハンドリング系に対応していますし、赤色のがミッション系とかセンサー系に対応していますし、青色のが通信系に対応しています。電源系は黄色に対応して、で地上局はこの辺に行けですね。大雑把に言うとですね、地上局はパソコンと通信機から構成されていますし、基本的にヘプタサットというのは、中央にですね、ムペットと言われるマイコンが勉強されています。マイコンが全て制御しています。でそれらマイコンとかに電力を供給するのが電源系の役割です。でそれがどのように繋がっているかというのを、これを図を見ると大事なことで、線がいろいろ繋がっていますね。で両方向について矢印のほうが片方向にしかこう矢印が出てない場合もありますし、ここは Y ですので、Y が分かるような印になります。例えばシステム構成図とかシステムダイアグラムというんですが、
こういうのもかけるかもしれません。で、これも大事です。ですね、この2つあるのはですね、3つの基板がパパパパパパ分かれます。で、分かれるので、それではこういうピンソケットと言われるもので、ここからちゃんとしてもらって作っていってもらいます。で、基板にはですね、番号が1から20とか、21から40とか、10から20、20から20とか、裏面と表面があるんですが、2つあります。で、それぞれインターフェースがついているんですね。1から20番まで何が、21番から20番まで何が。で、その細かい情報が、先ほど別紙でもお渡しした、ピン表と、ピンテーブルと呼ばれることに書いてあります。1から20までが、どういった役割を持っているのか、21から20までが、どういった役割を持っているのかというのが求められます。で、どんなまとめ方をしたかというと、1から20までが、どんな役割なのかという、どんな役割になったピンなのかというのは、基本的にはここに。それからどんなサブシステムにつながっているか、どんなコンポーネントにつながっているかというのを特にはここに書いてあります。なので、ね、やりながらでちょっと手を動かしながら、たまにこの表を見ていて、確かにつながっているのか、確かにここを使っているのかというのをちょっと意識してもらうというように勉強を図るかと思います。それから、先ほどもちょっと説明しましたが、この青いベリフィケーションマトリックスシートというのをちょっと出しています。ここにチェックボックスがあって、このチェックボックスに皆さんチェックをつけて進めていってください。で、このベリフィケーションマトリックスって何がいいかというとですね、本当は我々が今回ご用意してお渡ししていますが、皆さんが何かを作ろうかなと思ったときには、最初にこんなものを作ればこんな風にうまくいくかなとか思います。考えて、じゃあどういうの買ってこようかなと思います。で、こんな風に動くかなというときに、多分こういう試験をして、こういう試験をして、こういう試験をして、これがうまくいってれば、これはうまくいったということが、いろいろ考えています。それを全部紙に書いてみましょう。ものを買ったりする前に、一回こういうシートを作ってみましょう。で、このシート通りに物事を作っていくわけです。物を買ったなとか、じゃあ物をこれとこれとこれを買わなきゃいけないのに買ったなとか、これとこれとこれ買ったけど、これをまず動作確認しなきゃいけない、これを動作確認しなきゃいけない、これを動作確認しなきゃいけないって、いろいろあるんですけど、そういった細かいいろんなステージをあらかじめ嫌いなものを作り始めるというのはもちろんそれもいいと思うんですけど、できればどん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 難しいものをやろうと思った時には、あらかじめ何かを手につける前にこういったシートを作っておいて、シート通りにちゃんと動くような癖をつけていいかなと。結構これぐらいだったら、こういうシートなくてももしかしたらできちゃうかもしれない。我々だったら今だったらできるかもしれない、ちょっと自信ないですけどできるかもしれないですが、皆さんこれからなんか相手にしていこうとか、もっと大きなことだったり、これから社会で大事にするとか、もっと大きなことだったり、もっと複雑なことだったりするので、これは76項目だったら収まらないわけですね。そうすると76項目とか何千項目とか何万項目とかなんていったときに、頭の中で考えたら難しいので、で、そういったことをもしかしたらチームで、もしかしたら個人でやるかもしれないんですが、そういったものをあらかじめこういうチェックシートを作って、順番にやっていくという癖を作ると、状況に応じて、いつでもこれ作っていく時間があるので、状況にしてそういうのを作ってやっていけるといいんじゃないかなと。ということで、あらかじめどのような手順で、どのように確認するかを決めておく計画表です。で、可能であれば、ちょっと今回はちょっとシートには書いてませんが、可能であれば、どのような結果を想定しているのかっていうのも表に加えた方がいい。どのような結果を想定していて、誰がいつどのような環境で、実施場所や実施時に使用した装置等で確認を行ったのか、で気づけとか、そういったものも追記して表を作っていただけると、今日の結果を増やしてあげると、いいシートになるかなと。それではですね、早速1というところに来たので、これがチェック、トータルパーツということで、部品がちゃんと中に入っているかというのをチェックして、